いて今度腰痛あ、そうか気をつけてでっかいんだからえ、いて大丈夫いたいやあい。いやもうやめた俺もやんない俺もやだはいこんにちははいこんにちは嫁です旦那でございますはい嫁さんです嫁さんです、はい、首焼けるよシャーってしたかかってこいかかってきてほしいねちゃんと挨拶したしました今しましたした、はい、本当に、はい、大丈夫大丈夫 RG 知覚過敏五十肩ときて最終的にはボケよしよし4つ目揃ってないからまだそういやでもだいぶ来てると思うよはいということで、はいボンゴバンボンちゃん、ねはい、とうとう中に突入していきます、はい、本当に申し訳ないんですけれども本日は、うん、本当に申し訳ないですえって思われる方は結構いるかもしれないですけど、うん、ボンちゃん清掃お掃除します、まあ、お掃除しないとまあ始められないって始められないのであるのでどれほど汚れてるのか、うん、いろいろ脱がしちゃうんでしょそうすまあ なんだろうあのさらっとはねお見せしたことあると思うんですけれども、うん、僕らもちょっと触れてない部分というかそうだねはぐってないはぐってない丸裸まではいかないけども、うん、半裸そうね、うん、多分それぐらいになるかなボンちゃんを半裸にしていきたいと思いますはい恥ずかしいこと言わないでよねやんやんってなっちゃうから本日もよろしくお願いしますお願いしますそんなもんでいいんじゃない OK、うん、全然 OK じゃないじゃん何の OK の確認だったのよ BK なんだって最近OK って言ってから多分50センチぐらい進んだBK よ OK じゃあお願いしましょう、ね、よしよしはいということで見ての通りなった久しぶりの久しぶりだねこの状態ね久しぶりでございます、はい、なんと作業時間10分そうです高速だったねいつもこうありたいよね何かしらの作業が10分ぐらいで終わってくれるとか前回だって5日間だよね今回はなんか3時間ぐらいで終わりそうな予感がするいやまだ分からんいや分からんこれはぐってないからねということで、はい、全部下ろしましたので、うん、ここからこれはぐってこれはぐってかいそれもはぐる多分はぐらないと見えないというかあーそっかじゃあ取ろうかこれは型取りのために取っとくだけだねそうそうそうだねじゃあこの上は拭いたりする必要はない特にないかな、はい、じゃあはぐっていきますか天井もだねそうだね内張りはがし持ってこないとお久しぶりのお久しぶりだねということでこっから前はやらないので、うんうん、とりあえず、まあ、あの足元だけは、まあ、拭いたりとかそういうのはしますけどはぐったりしないのでこれもはぐらないはぐらないでしょとりあえずねそれどうしようかそのさ腕張るときに、うん、途中までは取りたいんだよねこれをうんそこも断熱入れるでしょ多分外すとちょっと運転ができなくなるな塗らなきゃいけないあここもだから前もやっぱり基本的には外さなきゃいけないのかあとデッドニングもそうだよね、うん、結果外さんとなるんだよ、うん、ということでこの天井2つと床横のパネル、はい、を取っていく感じか感じだねそうだじゃあやっていきましょう OK、うん、見ていきます、はい、いて今度腰痛あそうか気をつけてでっかいんだから五種の神器になるのかと思ったもうやだよフルコースじゃん腰まで行ったら
はい、ということで、はい、下、はい、そして上、はい、で運転席を前の上を剥がしていくんですけれども、はい、うちのボンちゃんねちょっと珍しくて、うん、この下を剥ぐにあたって、うん、これねこれねこれなんかついてるの見たことないよね。これオプションなのか、うん、要は本来ならどこぐらいこういう感じで、そうだよね、ないんだよねここが、そう、荷室がそのステップがないんです本当は。あとはね、だけどあるので、うん、まずこっからこれ取らないと取れない、ね、外していきましょうか、うん、はい。でこれせっかくあってもったいないので、うんうんうん、これは使う。そうだね、結構頑丈だから、うん、使うんだとこれで使った方が、下から別に何もないんだけど、うん、多分これ正規のオプション品なのか、うん、めちゃくちゃ頑丈で、うん、全くしなったりもしないんで、これは使えそう。これは取っておきます。はい、はい、いけそう。普通にドライバーでいけそうじゃない。舐めさせない、舐めさせない。それはちょっと分かんないな。まあ、取ってみます。じゃあとりあえず緩むかどうか手で。あ、全然、うん、これありがたいね。床面積が結構減っちゃうからこれないと。今の今まで気づかなかったっていう。そうだね、確かに気づかなかった。これで取れるのかな。ルールじゃない、それで取れなかったら困るよ。ああ、動いた。おお、取れた。あ、そう、これが本来の。そう、これだよね、よく見るのね、うん、あ、これも取らなきゃいけないんだ。そう、それも取らなきゃいけない。あ、残ってるね。同じビスが使われてんだ、ここと。そうなんだ、共通で。へえ、よいしょ。これも取らなきゃいけないね、はい。これが取れると。おお、はい、取れました。こんな感じになりました。はい。じゃあ反対側も。反対側もお願いします。はい。はい。おいしょ。おい。取った。結構重いんだね。うん。後ろもそれ外さないって言ったのか、うん、はい、はい、取れた。ほ、ご苦労様です。はい、よいしょ。じゃあはぐってきますか。はい、よし、ムキムキ。あ、なんかついてる、まだなんかそのお手、手の下になんかあるでしょ。あ、これ剥がれない。じわり剥がしで取れるのか。あ、出た。よし、うわ、やっぱりこのまま剥がした方がいいかもしれない、掃除するの。そうだね。うわ、うわ、テロンってしたよ。わー、ちぎれる。これはなくてもいいから、くるりしない。あ、綺麗。あ、意外と綺麗か。結構綺麗だな。そんなになんて言うんだろう、ネチャネチャしてない。ネチャネチャはしてない。すごく綺麗だわ、ね、なんかみんなすごいこれめっちゃついてるよね、うん、あ、綺麗だね。綺麗綺麗。で、これは床作る時の肩代わり取っておきます、もちろん。はい、はい、ダンボール入れて。あら、綺麗じゃないの、うちの子。綺麗だね。とりあえずちょっと吐きま、吐いたら。そうだね、はい。掃除の掃除おじさんお願いします、はい、そこも取っちゃう。あ、取った方がいい、作業がしやすいかもしれない。じゃあ取るか。うん、こんなんだ、ね、ちょっとここ外すよ、うん。たくましいね、そんなこと覚えたの。え、うん、どりゃ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 
か挟み込んである、ここ RG RG。 あ、もっとちょっと RG いらないの。 RG いらなかったどないやねん。ごめんやね。じゃあ掃除します。お願いします。拭き掃除いるんっていうぐらい綺麗やな。実はね、掃除用具をいろいろ買ってきたんですよ。そう、これもそうだけど洗剤とか。そうだね、いろんなもの買ってきたけど、これあとなんかこういうなんかスポンジとかもめっちゃみんなびっちりくっついてたから、スクレーパーっていうの、うん、とかいろいろ買ってきたけどいらいらないよねこれめっちゃ綺麗や。まあでもまあこういうのとかね、まあそういうとこはね拭き掃除は必要、うん、拭いて、うん、まあ、色塗るんで、うん、とりあえず掃除できるだけ綺麗に、はい、危ないよ。はい、おお、それは掃除機だねよし、とりあえず探りますか。探ろう。まずなんか手強そうなこれからいくか。それ、あ、それ、うん、それね、これとバイザーと外しちゃう、外すとこまで僕やります。はい、お願いします。あとはお願いします。はいお願いしますって言った今。これがなんかどうも噂で聞くちょっと手が弱いんじゃないかという。それ自体はね取れるんだけど、なんかカプラーが取りづらいとか、なんか苦戦してる人は見たことある。うわぁそれだそれ、そのカプラーがねスポンジでぐるぐる巻きになっちゃうから取れないんだって。マジか、そういうことか。そう、そっと戻したそっと戻したよこの人。このカプラーの扱いがさ、よろしくないと、よろしくないな予感がちょっと僕するんすよ。なのでちょっと一旦、まあ後からでもやれるんで、ここは。はい、今日取り直しまして、はい、床のねマットだけとりあえず剥ぐっちゃいます、はい、これねめっちゃ汚いから、うん、おー、なんかピンがあるから、ピン、これ取れないなんてだい、あ、ボタンでした。ボタンなんだ、スナップボタンなんだ。そっち行きます。ワープするわ、ワープ。いた、いや大丈夫、またぶつけたの頭、背中一体、背中痛ここでなんでワープ一回後ろ行ったのに後ろ行って戻ってきてワープしたら背中ぶつけたの。いやー、痛い。おー、あー汚い、これは結構汚いわ。あー、ここもちょっとだけ綺麗にしないと。よし、じゃあ参りましょう。はい、これ、はい、まあ、これはね前にもやったからすぐ行けるでしょ。お願いしますはい、なんかあの内張り隊長よいしょ、いでででで、で下を外したから痛いじゃあ電気関係やっとくか、俺が。あ、お願いします。いや、頑張り、肩が無理です頑張れ。いや、無理です、左に持ち替えました。いてててて頑張れ。いや、ダメだこれ、五十肩やべえな天井カスタマイズやばくねえかよし、取れるね。じゃあ、抜いて、OK、取れた、取れたよ、はい、さあ、半裸になったね。なりました。じゃあ、取り一旦戻します。大変だね、大きい人って。なんか中腰も大きいから
大きくていいですねってみんな言われるけど何がいいのと思って僕たち巨人の民巨人の民本当にみんな言うと思うよ背高い人って。いや別に大したいいことないっすよ頭はぶつけるしね高いところに手が届くと思って使われるし使わない。確かに、うん、確かにそれはある。 OK よし天井が剥がれました。続きましてサイドと後ろのパネル。ああこれ OK やりましょう。これ普通に爪があるって言ってたよね。そうなの、うん、どこに爪があるすごいね職人っぽいよねやってたのやってないって。やったことあんの。やったことあんべこれないよ。そこだ欄干を。お外からダメなら中からやったれみたいな女子がどうなった。あ、落ちた。出た。僕だよね、最後いいとこ決めたのいいとこだけ持ってったんでしょいいとこ決めたよね、バーチッと。それウォッシャーのとこ先に外さなくてもいい。何もついてない。そのまま外れる、うん、今回スムースだね、うん、上から触ったら位置が分かった。進化するんだねやっぱり君は位置が分かったらもう外せるんだねすごいね。これも作り変えるんでしょ最終的に。それは再利用する可能性はありますね。そのまんま。あ、そっか。これ綺麗だから、まあ、型も取る可能性もあるし、どっちみち使わなくても、はい、置いておきます、はい、これはネジでこういうのを取らなきゃいけないのか。どうなってんだそれ。怖っ。これだけで取れるのか取れないのか。取れないの。おお。そしてその下のそれも多分外さないですね。これね、うん、でこれだな。おうまく取れましたか。取れました。さすがです。その黒いとこぬちゃぬちゃすっか触らないでよ。はい。ああ、ぬっちゃぬっちゃしてる。ぬっちゃぬっちゃしてるでしょ。やめなさい。じゃあこれスライドドアのところ。これ何どう初めて見たんだけどこのピン。何これキャップ。プラスネジが隠れてる。おー、そういうことなんだそこでどうしようかね。そこどうしようかね。あんまり熱くするとこれスライドドア多分開いた時にね外ガリガリってしそうだから、やるとしてもこのこれを張り替えるぐらいの方がいいよね多分。間違ってギャリギャリってなっちゃって外側の塗装剥げちゃうから。これだね、うん、それで外れてくれればね、その内側のドアノブいじらないで。ここね。あ、姉ちゃん姉ちゃん出てきた。姉ちゃん姉ちゃん。下の方のピンどうやって外す確かに。なかなか大変そうだね。角度がね。しかしうちの工場長は、ね、経験が豊富ですよもっと長いの欲しい。あ、さすが。あ、下止まってないよ。ないんだ。そこだけなんだ。そうだね、なんか動いたね今ね、うん、
ってた。おー、すんばらしいね。塗れました。おー、こんな感じになってんだ。反対側も。はい、お願いします。よいしょ。もうさ、もうさ、なんかさ、素人っぽさないよね。なんで？素人カスタム女子的なさ、はい、要素がさ、素人だよ。ちょっと薄いよね。オッケー。取り出す。痛い。大丈夫。もうやだ。なんか涙が出ちゃう。だって頭ぶつけるんですもの。もう嫌だ。やりたくない。はい、ということで、はい、反乱にしました。うん、人だらくついたので。明らかに君の方が働いてるのにね。そうだよ。いや、もういいよ。なんで口つけたから。そういう話。そういうのじゃない。だから言ってんだろ。二人とも飲んじゃったらダメだなって。そう、なんかあった時に。うん、確かに。ね。お掃除だからここから。気合入って。気合入った、はい。本当に綺麗だったっすよ。ね、表では全然綺麗なんだけど、うん、前の方がね結構黒いあれがね、にちゃにちゃ。ちょっとにちゃにちゃしてるのと、こういうところに。黒い汚れがちょこちょこあるので、うんうん、せっかく買ってきたのでこういうので、うんうん、取れるかどうかわかんないけどやってみます、うん、はい、はい、スクレーパーが活躍する時がやってきた。買ったからね。わあ、あ、寝ちゃ寝ちゃ。それいじらん方がいいやつじゃない。洗剤の香りなのかな。ネチャネチャしない。意外と本当にほらくっついてこない洗剤のおかげでヘラにね。これ自体はネチャネチャしてくる。トゥルザ横のネチャネチャとはちょっと違うのかな。何なんだろ なんだろう。でも接着だよね多分。任すわ。はい、頑張ります。俺ちょっとタイヤハウス拭いてみるわ。はい、気をつけてよ、気をつけてよ。あい。いや、もうやめた。俺もやんない。俺もやだ。俺もやんないことにした。心折れた。かわいそうに。かわいそうだ。取れてる？うん。取れてるけど、ここ塞ぐからな。塗るんでしょ？塗る。塗るってことはヤスリ、ヤスリんですよ。うん。これやってることの意味ってあるのか、俺。俺ら。あ、そっか、ヤス。ヤスるってことはさ。吸ったらまた拭かなきゃいけないのか。あ、でも脱脂すんのか。うん、あんまりやってることの意味はない。何やってんだうちら。はい、ということで、はい、拭き拭き終わりました、はい、ただ拭き拭きも佳境に差し掛かった頃に一つのことに気づいたんです、うん、僕が、うん、これね塗るんですよ中もね。中塗ることにしたんですよ、うん、この色って塗るってことはやするじゃないですか。やするね。ちなみに前回の動画でやするっていうコメントを10以上いただいたら私の勝ち、この人の勝ちって言ってたんですけども、実はあれ裏があって、あの10以上コメント来たらなんかするよって言ったんだよね。うん、結果なんかするみたいな話をして してたよね、うん、で結果、まあ、勝ち負けなので、まあ、なんかします。何してくれるの分かんないけど、なんかしますで、やするんですよ、塗るんで、またね、少しね、うん、やすらないと多分色つかないから。そうだよね、やするんですよ、うん、やするってことはまた拭くよね、うん。何
やってんだうちら、何やってんだ、大丈夫か、 何やってんだろうと思って。いや、あなたはでもずっと あれに取り掛かってたからさ、まあ、あれはねちょっとネチャネチャしてるのとボコボコしてるからっていうのがあったから、まああれはね結果やるんだけど、ボディの受け受けに関してはなんか必要性もなかった背中ぶつけながらやったのにもう僕だいぶ心折れてきてます頭背中めっちゃぶつけるんで、大変。外はねぶつけようなかったんですよね。そうだね、ぶつけるとこない、リアゲートもね 僕より高いので、うん、よかったんですけど、中やりだしたら大変だね、うん、やんないですよ、だから中作業私ということで今回はここまでということで、はい、次回は中塗ってきます。なになに、これがなかなか手ごわい予感がします。そうだね、まあ、また養生もしなきゃいけないしね、うん、そしてねちょっと休憩してる時にいろいろ測ってみたりとかしたんですけど、うん、なかなかね、そう思い描くベッドキットができるかどうかちょっと何とも言えない感じになってきたよで、まあ、段取りというかその流れとしてはまず次回塗ります、はい、で時間があったら皆さんやってるあれ、はい、そして下地、そこら辺で一旦設計図、下地までやらないと高さが分かんないもんね、分かんなくなるので、うんうん、下やってから設計図かな、設計図かな、まあ、でも僕は基本的にやらないので、あだってもうさ痛いのさ入らなくていいよ、じゃあ満身創痍って言葉知ってる？ RG じゃないですか若干地方じゃないですかいや、まあ、そこまでそしてお肩が、お肩ね、上がらない、ふきふきしてて、このラインぐらい拭いてても痛いなとかって言っててあとなんだっけ、もう一つ近く過敏近く過敏はね、まあ、アイスコアなければ、ね、そう大丈夫なんですけど、近く過敏関係ないだろうって多分あ、マット洗うの忘れてた、あーあと洗わなきゃということで、ちょっとねまた長丁場になってきますけども、ね、なんせその9月僕らイベントがあるんですけども、はい、そのイベントが終わってから次の週か次の次の週ぐらいから北海道の外周一周の旅、うん、3000キロの旅ね、うん、に出たいので、うん、それまでには最低でもベッドキット、そうだね、できれば天井までうん、やりたいんですけども、スケジュール的に言ったら結構きつい、うん、でも、まあ、天井まであのベッドキットまではね、ベッドキットまではできると思います、なんとかやります、はい、頑張りますでそっからバンキャンプの方が、うん、まあ、メインになっていくの で、うん、で合間に車中泊みたいな感じになると思うので、ぜひねそのチャンネル登録していただいてちょっと楽しみにしていただければ、今すいませんちょっとカスタムでキャンプしないのかよって多分思われてる方多いんですけれどもただね次回からですね多少キャンプ飯はやるかも、キャンプ飯まあキャンプじゃないけど DIY 飯DIY 飯とかもちょっと挟んでいこうかなとは思ってますんで、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いいたします。それでは次回またお会いしましょう、ヨメダンでした、ありがとうございました。ありがとうございました。もう中は僕やらない。もう入らなさそう。次回現場監督。設計図お願いします。いいよ。中やるぐらいだったら俺設計図書く。